新潟市役所は地方公共団体である新潟市の執行機関としての事務を行う役所。1881年から1989年までにかけての108年の間、市役所本庁舎は中央区小町地区の西堀通り6番町に所在していた。同区学校町通り1番町に所在する現在の市役所本庁舎本館は、 市政100周年記念事業の一環として1989年に、旧新潟県庁舎本庁舎跡地に竣工したもので、旧県庁舎の文館二棟は改修した上で、引き続き市役所本庁舎の文館として使用された。また、2006年には、市役所から資金の白山裏一丁目に所在する旧、国土交通省北陸地方整備局庁舎跡を取得して改修し、 同年12月から白山浦庁舎として使用された。しかし、文館と白山浦庁舎の老朽化により2020年5月、再開発ビルコマチルフルに古町庁舎をオープンし、市役所機能の約5割を移転させた。なお、西堀通りの旧市役所立地には1993年にネクスト2 1が完成した。また、 2004年に開館した新潟市歴史博物館の本館は2代目市庁舎をモデルに建設されたものである。2017年10月10日に市役所本館の1.2階がリニューアルオープンした。下記部局の配置はいずれも2020年8月3日現在。文館は市役所の庁舎再編計画で廃止対象となっており、機能が縮小している。詳細は 庁舎再編前の施設を参照。文館と白山浦庁舎の老朽化や商業地の活性化などのため、新潟市は再開発ビル小町ルフルの3階から6階までのフロアを約44億円で購入。2020年5月に古町庁舎としてオープンし、市役所機能の約5割を移転させた。これに先立って、 新潟市では観光関連部署が西堀前通りのビルに移転していたがこれらも集約された。本館2017年8月まで市役所、本庁舎本館には中央区役所があったがネクスト2 1に移転した。第1分館新潟市役所第1分館は1961年地区の建物で床面積11738平方メートル。 第二分間新潟市役所級、新潟県庁時代からの使用で、老朽化が激しいことから2013年8月より、解体工事が始まった。解体後の跡地は駐車場として整備される。なお、本庁舎、第一、第二分館は、3階の連絡通路で、それぞれ接続していた。新潟市役所白山村庁舎は、旧建設省が整備した建物を、 新潟市が譲り受けたもので1号棟から7号棟まで存在。敷地面積は約8300平方メートル。国土交通省北陸地方整備局庁舎が2006年1月に新潟三崎合同庁舎1号館へ移転したのを受け、老朽化が著しい本庁舎、第2分館の移転先として新潟市が取得した上で建物を改修し、同年12月から各部局を順次移転した。 しかし、建築から半世紀が経ち老朽化が著しくなり、大規模地震で倒壊の恐れがあると診断されたことから2016年の庁舎再編の基本方針により他の建物に機能を順次移転することになった。2020年に農林水産部や市教育委員会などが古町庁舎などに移転。2021年1月下旬までに環境部が本庁舎に移転し廃止される。 新潟市は、住宅と食料品スーパーの両立を条件に、サウンディング型市場調査を実施し、全14事業者が両立が可能と回答したことなどから、既存建物の解体撤去と食料品、スーパー、住宅の整備などを条件とする、一般競争入札で売却することになった。本庁舎と文館の間の県道沿いには、万台橋ラインをはじめとした路線バス乗り換え拠点が、 整備されている道場なお、市役所前はこの他にも、市内各方面へのバス路線が発着する拠点として整備されている。2019年3月現在、料金はいずれも30分100円。来庁舎は割引処理を受けることで60分まで無料となる。なお、これら庁舎隣接の駐車場は、慢性的に混雑しており、周辺駐車場の利用を推奨する旨案内がされている。 料金はいずれも30分100円。庁舎隣接駐車場同様、来庁舎割引がある。2019年3月現在、新潟市八行政区の区役所と、その出張所は、下記の通りである。ありがとうございます。